Et yo tout le monde, ça va, y'a ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball FighterZ épisode 4. Sur ce, bon visionnage.俺たちがこの戦いに勝てる見込みはどのくらいだと思う。この戦いに。ああ。もちろん今の目の前の敵にって話じゃなくて。全てが終わるまでの戦いに勝てるかって話だぜ。敵も俺たちと同じように波動とやらの影響を受けている。なら力は互角の数。単純に考えれば勝つ見込みは五分五分だ。 そうだよな。今度だったら、なおさら今回は悟空たちに全てを任せるわけにはいかないよな。その通り。俺たちも行くぞ。
ピー。これは寝てる？この前のペーパーテストの時と同じみてえだな。それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。うわっ、コウ君、またクローンが現れやがった。それは妙な波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。というわけなの。わかった？もう、だから変な波動、原因、あんた弱くなる、悪い、
マさん落ち着いて。つまりオラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっちゅうことだ。悟空の中に入ってるやつ、そいつ、そういいやつ、いいやつ、すっげえいいやつだ。そうなのか、サタンもいいやつ。俺いいやつ好きだ。いいやつならお前も友達。お菓子やる。あれ、お菓子ないのか。ならブルマが宇宙一うめえプリンを用意してくれた。え、私？この間のパーティーのプリンよりうまいか。もちろんよ。だから先にソン君たちと一緒に戦って。わかった、先に戦う、その後でおやつだ。大丈夫なんですか、宇宙一のプリンだなんて。もうソン君ってば、後で覚えてなさいよ。
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.